なんか話せって話なんだよね。アベマニュースでね、子持ち様っていう言葉に対する議論してたんだけど、それを見て面白いなって思ったんで動画撮ってます。なんかしょうもないなみたいな、しょうもないから別に動画撮ってねえか。コメント拾ってっかな、じゃあ勝手に。無理やり理想論でごまかさない小林議員、素晴らしい。まあ確かに経営者の方は少し表現が下手なだけで違和感を感じなかったけど、アナウンサーの方が差別的な発言を感じた。小林議員はリスクを犯しながらも本質を話そうとしていて本当に頭いいと思った。ああ、まあ確かにね、まあ、ちょっとね感情的になってね、なくなってほしいだか消えてほしいだかって言っちゃったんだよね。そういう人たちは消えてほしいだかなくなってほしいだかって、いやなんかお茶組ん、お茶出しは女性の仕事みたいなさ言っちゃったんだよね、経営者が。それってなんか違くて、本当にそう言ってるわけじゃなくて、今の時代、今の状態、環境、時代背景的にまだお茶出しをするのが女性の方が、なんだろう、手応えあるよねみたいな。今はそうだよね、だからそういう採用で事務職取ってますって言ってるだけじゃないよ。これがさ、なんか営業とか、まあわかんないけど接待とかで来る人たちが男性の人たちじゃなかったら、今度女性の人たち、社会進出してきて女性の人たちが来たら、お茶出しも男性がやったら喜ばれる時代も来るんじゃないですか、感覚的には。いやまだそういう時代じゃないよねってだけじゃない。って思った。あとあれ、客室乗務員が女性が多いとかさ、なんかそういうニーズがあるのかないのか知らないけど、現状それでやってってうまくいってるからそれを使ってるってだけじゃない。なんか別に差別したいとかってわけじゃないんじゃない。じゃあやってみろよって話じゃない。営業職とか、まあ同じぐらい中小企業のその社長さんと同じぐらい男性を雇用して、逆にお茶出しとか事務職を、営業職とか女性を雇用して事務職とかの方を男性にしてみれば、でうまくいけばいいし、そういうのがねスタンダードになっていく社会になっていくんだったらそれはそれでいいだろうし、できないやらないのになんか理想だけなんか中小企業に押し付けるのは良くないのかなって感じがする。
まあ、正直なんかね、男性であるとか女性であるとかっていうことの誇りを持ちすぎ、皆さん。どうでもよくない？両性でよくない？もう。つかもう、性別とかさ、なんか、なんだろう、生物学的につけられてるけども、俺は武井一樹だし、みたいな。くくるな、勝手に、みたいな。男性、武井一樹、女性、みたいな。カテゴリー増やす、みたいな。こだわりすぎなんだけど。そんなになんか、性差的な、なんか差別、性別的な区別を、なんか、本当になくしたいとかっていう。まぁ、ちょっとなんか、変だよね。こだわりすぎ。別に。じゃ、男性アイドルを女性がやるのかって話だし、女性アイドルを男性がやるのかとか、なんか、行くところ変なところになっちゃうと思う。オリンピック選手とかね。超さ、もう、ジェンダーのなんか LG なんとかの影響でさ、めっちゃマッチョのさ、選手がさ、男性の骨格の、女性の大会で優勝しましたとかでやってるけどさ、いいの？みたいな。どうすんのそれ。あと事務職がお金を生まないっていう発言が嫌だったみたいなこと言ってる一般人の人いましたけど、なんか別にそれを差別的なことで言ってるわけじゃないでしょっていう。確かに事務職もいて、やっとその、ま、会社が回ってお金を稼げてるっていう側面はあるかもしれないけど、じゃあ比率でね、営業職を1人、事務職10人でそれやってっ ってそれ経営してみって、絶対無理だからって。いや絶対とは言わないけど、君じゃ無理だろみたいな、そういう意味合いよって。アタッカー減らしてキーラーばっかしのパーティーどこが強いねんみたいな。お金を生まないから、現実的に雇うのは厳しいっていう。で、あと仕事がない。しゃあないでしょ。で、お金がないからっていう面で反論されてる方で、国からの寄付金出るじゃないですかって。30万とかっていう、なんかそんなこと言ってたけど。じゃあ30万出るからって言ってその社員たちを遊ばせとくんのって話だよね。それって何？国のなんだろう、 GDP とか、まあ生産性的にはそれ良くないことじゃないって、遊ばせとくのは。まあ、誰目線で言ってんのかって話でもあるけど、ね、そのチョコ一個ちょうだい。遊ばせとくぐらいだったら他の職業についてもらってね、何か生み出してくれた方がいいんじゃないの。まず、あと政治家だったらなんかそういう言い方はしてほしくなかったっていうことを言ってる人もいましたけど、まあそれはなんかわからんでもない、うん、わからんでもない。まあだけど自由じゃねって話だな。
あと社長のアットホームがどうこうとかってなんかうさんくそさを感じた若干。本当かよって社員旅行とかマジかよ気持ち悪いみたいな。俺はね。仮にお茶出しは女性がいいが差別だとするなら、アナウンサーは美人がいいも差別なはずだよね。田中さんがそのあたりをどう考えているのか、誰か掘り下げて質問してほしかった。確かにね、俺もそれは思った。お前その見てくれでそこに立ってんだろっていう。機械っぽくなるか動物っぽくなるかって感じだと俺は思うな。そこは動画な、垂れ流しできたらいいんだけどな。あと寝たら熱冷めるね。今話しててどうでもよくなってきた。まあ、まとめるとこだわりすぎ皆さん。なんかお茶出しは女性がいいって言われてムカってなる女性も、男がおごるべきってムカってなる男性も、なんかその性別に誇り持ちすぎ、貴族意識も落ち着き、そこに。仮に誰かがさ、まあ、世界がさ、あ、ごめんなさいって、武井和樹さん、あなた女性でしたって、生物学的にあなた女性でしたって言われたとして、そっか、俺男性じゃないのかってなんないよ。あ、そうマジぐらいじゃない。まあどうでもいいけどって、俺は俺だしって。なんか誰かを好きになるとか、誰かを大切にしたいとか、まあ家族でもなんでもいいんだけど、女性だから男性だからってわけじゃなくない別に。内面と見てくれじゃない。例えば東雲海さんが男性でしたってなって、うわー男性だったのかーって、じゃあ嫌いになるわってなんなくね。なる？どう？ならんよね。すげー、うん、こだわんないんだけど。あ、そうって。それで嫌がる人がいるんだとしたら、うんってなるわ。いや、むしろありがとうだよ。ライバルが減った。いや、何様？いや、その立ち位置に立ててないからって。競争に立ててないから。なんか、こだわりすぎだよね。前っていう最近出した動画にも通ずることだと思うんだけど、急に変わらなくね？え、お前の母さん、ママチャリおばさんだろ？友達やめるわとかってなんないと思うよ。それと一緒で、本質はそこにないと思う。
性別にはね、正直。だって俺一応その転売ヤーらやらせ転売ヤーやらせてもらってんだけど、転売ヤーって今社会的に結構なんか非難されてる立場ではあると思うんだけど、いやどうなんだろうね、ツイッターとかネットの社会だけなのかな、わかんないけど、まあ、とにかく嫌われてる職業ではあるやん。いや職業って名乗んなって言うやつもいるかもしれないけど、それをさ俺友達に告げたところでさ、友達がさ離れてったやつなんていねえよ。むしろ真似してくるやつもいたし、まあ、ちょっとなんか疑問に思ってる人もいたけど、なんかそれを説明したら、あなるほどそういう考えもあるんだねとかって感じだって。でそれは俺の説明力とかじゃなくて、その人が大人なんだっていう話なのかもしれないけど、まあ、何を言いたいかっていうと、あお前転売ヤーだったんだって、俺友達やめるわってやついねえんだって。いやいたとしたらもうそいつとそもそも友達じゃなかったんだって、関係性そこまでだったんだって。関係ないと思う、そのなんだろう、所属っていうか貴族意識っていうか、俺転売ヤーだから、俺男性だから、俺女性だから、俺女性だからとか、なんかそういうなんかくくりカテゴリーってそんなに皆さんそう名付けてるのねぐらいじゃない。とどのつまり竹井和樹は竹井和樹であるって話ね。逆にあなたたちに友達がいて、なんか自分のなんかどれぐらいの心情、なんだろう、思想が違うと友達辞めるのって話だね。それ考えた方がいいかもしれない。あれ。そんなないかな。本当に自分を攻撃してくることぐらいじゃない。うん、いや俺竹井和樹っていう人種だけはマジ腹立つんだって。俺の、あの、宗教、俺の理想思想の世界の中には、滝井和樹ってやつだけは処分したいって。言ってくるやつがいたら、もうそいつとはバトルしかねえ。うん。で、そんなやついないと思う。俺、ビーガンなんだよね、ぐらいじゃない俺、LG なんとか嫌いなんだよね、とか。それが自分の攻撃になってくることある？皆さんこだわりすぎですって話です。以上です。切ります。